ソーシャルメディアと動画を駆使して中小企業の売り上げアップ、動画戦略コンサルタント坂田誠です。今回ですね、 iOS の8が出ましたね。で、それに対応してですね、 iMovie のバージョンがですね 2.1 にバージョンアップしましたと。で、まあ今回のバージョンアップね、いろいろ変わってるんですが、まあ冒頭最初にまとめとして言うとですね、中級者の人には使える機能が増えて良くなったんですけど、初心者の人にはですね、若干難しくなりましたね。まあ、使えない範囲じゃないんですけど、ちょっと初心者にはギリギリっていうところまで来ちゃったかなっていう感じはあります。ということで、実際にね、それをね、変更点、レビューしていきたいと思います。ではレビューしていきますけども、基本的に今回の動画は iMovie 初心者さん目線でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、プロジェクト周り、この辺はあんまり変わってないですね。まあ、この辺も一緒で、ここまではね、あんまり変わってないんですね。で、ここのあたりも変わってません。で、実際に素材配置しましたね。はい、素材を配置してからですね、ポンと押すとこういった面に出てきますけども、下にね、アイコンで、で、これを押すとね、分類が出てくるっていう風に変わりました。前までの iMovie はですね、どっちかというと難しい機能はね、奥に隠してあって割と、基本的な機能ばっかり表に出してっていう感じだったんですが、これアイコンでわかりやすく分類したっていう感じなんですが、まあ、逆に言うとね、機能が増えちゃって、わかりづらいっていう部分が初心者さんにはあると思います。で、一番ですね、留意していただきたいのが、このね、ここ。で、これは何かというとですね、素材の部分をですね、スローにしたり、フリーズし止めたりとかっていうことができる機能って、まあ、結構ね、編集技術を使おうと思うといい機能なんですが、これね、絶対初心者さんがね、無理に使おうと思うと、変にね、止めたり、スローに入ったりしてね、戻せないとかっていうことが、頻繁に起きる機能、であることはね、想像するに難くないので、使える方はね、どんどん使った方がいいんですけど、使えない方はね、ここはね、触らない方がいい機能だと思います。あとタイトルもね、ちょっと前は隠して気味でしたけど、こんな感じでね、ちゃんと表に出て使いやすくはなりました。まあ、この辺はまだね、使いやすいんでいいと思います。あと素材配置に関してですね、この右下のね、オプションカラーなんですけど、これ素材ごとね、まあ見ると分かりますけど、こんな感じで。配置した動画素材にですね、こうやって色の変化をね、フィルターごとつけるっていうことができるようになりました。まあこれも使える人は使った方がいいですけど、初心者さんが変な風に触るとですね、なんかね、変な風になっちゃって戻せないっていうのが心配される機能でもありますので、初心者の方はあんまり触らない方がいいかなって思います。ちなみに、写真の挿入、で、写真の方にもね、フィルターをかけられるようになりましたので、ね、まあ、使える人は、使われるといいかなって思います。あとですね、素材上の変更点、この設定ですね、にプロジェクトフィルターというのが加わっております。まあ、さっきもね、フィルターありましたけど、これ何かっていうと、動画の全部の素材をですね、丸ごと色変えるってやつなんですね。モノクロとかこういったのありますけど、ですので、ね、配置してごそっと丸ごと変わってしまうんですが、ただ部分のね、素材をね、こういう感じで細かく指定したものについては、それが優先されるっていうような仕様になってますね。まあ、そうですね。全部をモノクロにしておいて、でね、印象的なパートだけね、カラーにするみたいな、まあそういう使い方もあるかなとは思うんですけども。ただここもね、変にすると意図しない操作になってしまって、初心者さんは混乱する部分だと思うので、使う自信がなければ使わない方がいい機能だと思います。ということで、簡単にね、操作を中心として、まあ、iMovie の 2.0 から 2.1 にバージョンアップして、まあね、変わってる部分をざくっと説明しました。
まあ動画は本当に中級者の人にはねすごいいいバージョンアップだと思います。パソコンでしか編集できなかったようなね編集が、まあ、また iPhone でできるようになったのでそれはすごい楽ちんなんですけど、初心者の人はですね無理に使おうとするとハマるポイントがいくつかありますんで、きちんと機能を把握してから新機能を使っていくっていうことが、まあ、iMovie 大事かなと思っております。以上 iMovie が、変わったよって話なんですけどもね、このおかげでね、うちが iMovie2.0 で作ってた資料もね、全部作り直さなきゃいけないっていうね、もうそれをどうするんだって話で、ちょっと悩んでますけどもということで、動画戦略コンサルタント株式会社8円坂田誠がお送りしました。